物理学における力、力とは、物体の状態を変化させる原因となる作用であり、その作用の大きさを表す物理量である。特に質点の動力学においては、質点の運動状態を変化させる状態量のことを言う。広がりを持つ物体の場合は、運動状態と共にその形状を変化させる。本校ではまず、 古代の自然哲学における力の扱いから、はじめ近世に確立されたニュートン力学や古典物理学における力学、すなわち古典力学の発展といった歴史について述べる。次に、歴史から離れ、現在の一般的視点から古典力学における力について説明し、その後に古典力学と対峙される量子力学について少し触れる。最後に、 力の概念について、時折なされてきた、形事上的であるといったような批判などについて、その重要さもあり、こうを改めて扱う。自然哲学において、力という概念は、何かに内在すると想定されている場合と、外から影響を及ぼすと想定されている場合がある。古代より施策が重ねられてきた。プラトンは、物質ワップ主を持ち運動を引き起こすと考え、 デューナミスという言葉に他者へ働きかける力と他者から何かを受け取る力という意味を持たせた。アリストテレスは自然学という書を表したが物質の本性を元とする自然な運動と物質に外から強制的な力が働く運動を区別した。六世紀のピロポノスは物質そのものに力があると考えた。アラビアの自然哲学者らアラビア科学の中には ヒロポノスの考えを継承する者もいた。14世紀のビューリガンは、もの自体に、インペトゥス、勢いが込められているとして、それによって、ものの運動を説明した。これを、インペトゥス理論という。ベルギー出身のオランダ人工学者、シモン・ステビンは、力の合成と分解を正しく扱った人物として、有名である。1586年に出版した著書土。 ビギンセレンデアウィーコンストの中で、ステビンは、斜面の問題について考察し、ステビンの機械と呼ばれる、架空の永久機関が実際には動作しないことを、示せた。つまり、どのような斜面に対しても、斜面の頂点において、力の釣り合いが保たれるにはが成り立っていなければ、ならないことを見出したのである。力の合成と分解の規則は、ステビンが最初に発見したものではなく、 それ以前にもそれ以後にも様々な状況や立場で論じられている。同時代の発見として有名なものとしてガリレオ・ガリレイの理論がある。ガリレオは斜面の問題がテコなどの他の機械の問題に置き換えられることを見出した。その後、フランスの数学者、天文学者であるフィリップ・ドラ・イールは数学的な形式を整え力をベクトルとして表すようになった。 ルネ・デカルトは、可動説は、大人へ、空間には、隙間なく、目に見えない何かが満ちており、物が移動すると渦が生じているとし、物体は、エーテルの渦によって動かされていると説明した。現代の力学に通じる考え方を体系化した、人物として、しばしば、アイザック・ニュートンが挙げられる。ニュートンは、ガリレオ・ガリレイの動力学も学んでいた。また、デカルトの著書を読み、 その稼働説についても知っていた。ただしこの稼働説の内容については批判的に見ていた。ニュートンは1665年から1666年にかけて数学や自然科学について多くの結果を得た。特に物体の運動についてを発見している。この結果は後に自然哲学の数学的諸原理プリンキピア1687年間の中で 運動の第二法則を用いて説明されている。ニュートンはその著書、自然哲学の数学的諸原理において、運動量の積として定義し、運動の法則について述べている。ニュートンの運動の第二法則は、運動の変化は物体に与えられた力に比例し、その方向は与えられた力の向きに生じるという、もので、これは、現代的には、以下のように定式化される。 ここでは、物体が持つ運動量の時間微分は物体にかかる力を表す。この、ニュートンの第二法則は、第一法則が成り立つ、完成形において成り立つ。ニュートン自身は、第二法則を微分を用いた形式では述べていない。運動の変化を、運動量の変化と解釈するなら、それは力積に相当する。 熱力学が形成される19世紀前半までは、現在のエネルギーに相当する概念が、力と呼ばれていた。例えば、ルドルフ・クラージュースは1850年の論文で、熱力学第一法則について述べているが、という語を用いているし、その英訳でもが用いられている。現在の運動エネルギーに対応する概念について、 1676年から1689年の頃にゴットフリートライプニッツはと名付けた。これは当時の運動に関する保存則の議論の中で保存量として提案されたものである。1807年にトマス・ヤングはにあたる概念をエネルギーと名付けたが、すぐよそれが一般に用いられることはなかった。力学の言葉として運動エネルギーや ポテンシャルエネルギーが定義されるのは1850年以降のことで、運動エネルギーは1850年頃にウィリアム・トムソンによって、一位置エネルギーは1853年にウィリアム・ランキンによってそれぞれ定義されている。古典力学における力の最も初等的な定義は、質量と加速度の積を力とするものである。ここでは物体に働く力は、 物体の質量は物体の加速度を表す。力は向きと大きさによって特徴づけられ、一般にはベクトル量として表現される。この定義はニュートン力学における運動量の定義と運動の第二法則から導かれる。上述のはしばしばニュートンの運動方程式、あるいは短縮して運動方程式と呼ばれる。 一般に力は運動の第二法則を満たし、物体に働く力の層は、合力は運動量の時間変化に等しい。ここでは物体に働く力は、物体の運動量は、完成形の時刻を表す。ニュートン力学において、運動量は速度と完成質量の積で表され、また速度の時間微分は加速度であることから、 物体の完成質量は一定である場合について次の関係が成り立つ。以上は相対論を考えに入れない場合である。そのため実際には完成形から見た対象の相対速度が高速に近くなると良い禁似ではなくなる。特殊相対性理論では完成形の定義のほか運動量の定義もまたニュートン力学と異なる。相対論的な粒子の運動量を ニュートン力学に合わせて表現すると運動量は以下のように修正される。ここでは高速でありは普遍質量、静止質量である。したがって運動方程式は以下のようになる。高速に対して速度の大きさが極めて小さければ相対論的な運動量はニュートン力学における定義とほとんど一致する。例えば音速は 高速の0.0001%程度であり、地球上で起こる大抵の運動に関しては、ニュートン力学を適用することができる。運動の第二法則は、完成形においてのみ成り立ち、完成形は運動の第一法則によって定義される。一般に取り扱われる形が完全な意味で、完成形であることはなく、例えば地上の運動は少なからず地球の時点の影響を受けるが、 時点によって生じる慣性力を運動方程式に加えることで、非完性系の運動を完性系の場合と同じように取り扱うことができる。ニュートン力学では運動の第三法則が成り立つ。運動の第三法則は作用・反作用の法則とも呼ばれ、作用、力に対してその体となる反作用が必ず存在することを述べる。 例えば物体 A から物体 B に及ぼされる力が存在するとき、それを打ち消す力が物体 B から物体 A へ及ぼされる。両者の輪を考えるとこれは常に例に等しくなる。作用・反作用の法則は、完成力に対しては成り立たず、この意味で、完成力は、見かけの力であるということができる。慣性力は、慣性系から非慣性系へ視点を移した際に、 現れる力であり、その反作用は存在しない。ニュートン力学においては、完成力を除くすべての力が、物体間の相互作用として理解されるが、電磁場のようなバトンの相互作用を含める場合、物体間だけで相互作用が閉じるという前提は破綻し、その結果として、常実の作用・反作用の法則が成り立たなくなる。そのため、電磁場を含む力学においては、 作用・反作用の法則は、電磁気学に適合するように修正される。作用・反作用の法則はより一般化され、運動量保存の法則として述べられることがある。運動量保存則に即した立場では、力は物体間、あるいは物体と場の間で行われる相互の運動量の授受を示せものと理解できる。ある時間に物体に及ぼされる力の相和と時間の、積、 すなわち力の時間に関する積分は、その時間における物体の運動量の変化量に等しい。この運動量の変化量は、力積と呼ばれる。古典力学で採用される運動の処方則によって定められる範囲では、力の定義は、速度や加速度のような運動学的な量に比べて、抽象的である。より具体的な定義は、個々の現象論によって与えられる。 多くの場合、地球の重力やバネの復元力のように何らかのポテンシャルを最小化しようとする働きとして表される。通常、力はそれが働く物体に付随するものとして考えられる。ため、力に個々の作用点を付して特別に注意を払うことはない。しかしながら、より一般的にある点に対してその点を作用点とする力を与える関数を用いて、 運動を捉えることもできる。そのような関数は力の場とか力場と呼ばれる。力の場は空間の点に対してその点に束縛されたベクトルを与える関数であり、このような関数はベクトル上と総称される。力の場は文脈に応じていくつか異なる定義が与えられる。一つの定義では単位質量の試験物体に加えられる力を与える場を言い、 別の定義では単にある物体に働く力を与える場とされる。前者の定義では何らかの単位系で質量が1となる物体に働く力を与える。従ってその次元はとなる。後者の定義は前者の場に適当な質量を乗じた場に相当する。この場合、ある点で物体に働く力はと表される。具体的な力の場は何らかのポテンシャルによって与えられる。 例として重力ポテンシャルや電磁ポテンシャルなどが挙げられる。力は文脈によって相互作用などとも呼ばれる。ただし相互作用は本質的には多体感のポテンシャルを指すこともあり、また作用は解析力学においては力と異なる概念として定されている。力の量の次元は MLT、質量、長さ、時間である。力の次元が 他の量の次元によって組み立てられることは、ニュートン力学において力が質量と加速度の積として与えられること。加速度が加減速される時間に対する速度の変化の割合、すなわち速度の時間微分として定義されること、速度もまた運動する時間に対する位置の変化の割合として定義されることから導かれる。位置、あるいは変異は、 基準点に対する距離を測ることによって決定でき、位置の変化量は長さの次元を持つ。速度は位置の変化量と時間の比なので、次元は長さに時間の逆数を乗じた LT となる。加速度についても同様の手続きから量の次元が定まり、加速度の量の次元は LT である。力は加速度に質量を乗じたものなので、量の次元も加速度の量の次元に 質量の次元をかけた MLT となる。力の単位もまた、それぞれの基本量に対応する基本単位から組み立てられる。国際量体系では、基本量として、質量、時間、長さをとり、国際単位系では、国際量体系に対応して、質量の単位を、キログラ、時間の単位を秒、長さの単位をメートルとして、これらを基本単位としている。 国際単位系に従えば、力の単位は、キログラム m s と表すことができる。また、国際単位系では、目的に応じて、組み立て単位が定義されており、力の単位としてニュートンが定められている。ニュートンなどの組み立て単位はすべて基本単位の、台数操作によって定義されてを、ニュートンの場合、n キログラム m s と定義されている。整理企では、力は、 基本的な状態量になる。力を構成する要素は、力の大きさ、作用線の方向、作用線の位置である。力が及ぼされる点を、作用点とは、作用点を通り、力の向きに対して平行な直線のことである。また、力が二体力である場合には、力を及ぼすものと力が及ぼされるものとの組みを考えることができる。すべての力が二体力であるなら、 それぞれの力は互いに独立であり、物体にかかる正味の力は、それぞれの独立な力の単純な和として表される。例えば、物体に物体が力を及ぼしている場合、物体に働く正味の力は、と分解することができる。ここでは物体に働く正味の力は、それぞれ物体が、物体に及ぼしている力を表す。このことはに力を及ぼす物体が増えても、 同様になり立つ。解析力学における力は、ニュートン力学の定義と異なり、オイラー・ラグランジュ方程式を通じて、一般化運動量の時間微分に等しくなる関数として与えられる。一般化運動量の時間微分という意味での力は、一般化力あるいは、抗議の力と呼ばれ、ニュートン力学における力とは区別される。一般化運動量は、 ラグランジアンの一般化速度による変微分として定義される。一般化運動量を、ラグランジアンを、一般化座標の組を、一般化速度の組をと表せば、一般化運動量は以下のように定義される。オイラーラグランジュ方程式を一般化運動量で書き換えると、以下のように書ける。上記のオイラーラグランジュ方程式の右辺から、一般化力は次のように定義される。 オイラーラグランジュ方程式とニュートンの運動方程式と見比べれば、左辺の一般火力は力に相当する量であることがわかる。その物体の速度が変化しないとき、力が釣り合っているという。例えば、自動車が時速時速 40km のまま直進しているとき、車体にかかる力は釣り合っている。このとき、エンジン等によって動かされた車輪が加速しようとする。 力と射軸の摩擦や空気抵抗によって減速しようとする力が釣り合っていると考えるのである。力の合成とは、ある点に働く複数の力を一つの等価な力として表すことを言う。またその逆の操作を力の分解という。力はベクトルとして定義されているので、ベクトル空間における加法の規則に従い合成と分解を行うことができる。 力と運動量がベクトルであることにより、運動方程式を任意の成分に分解することができる。この原理を運動の独立性という、分解された力と元の力、あるいは合成される力とそれらの合力の関係を図形的に表すものとしてがしばしば用いられる。力の分解に関して、2成分に分解された力は平行四辺形の変をなし、 その対角線は元の力となる。同様に二つの力が同じ点に働くと、それらは平行四辺形の辺をなす。二つの力の合力は二つの力のなす、平行四辺形の対角線として図示される。力の分解や合成を平行四辺形の組み合わせによって表すことができるという法則を平行四辺形の法則と価値からの頂上原理とも呼ばれる。 連続体力学などの分野では、力は次の二つに分類される。古典力学に対地される、量子力学では、場の量子論により、宇宙における力の源は、基本相互作用による、電磁相互作用、弱い相互作用、強い相互作用、重力相互作用の四図に整理された。ただし、重力は、古典論に属する一般相対性理論も関係し、また、重力の量子化、 量子重力理論は研究の途上である。一方で、電磁相互作用と弱い相互作用とを統一的に記述する電弱統一理論は、ワイバーグイコールサラム理論によって完成した。その次といえる強い相互作用の統一は、大統一理論として研究中である。またその他の主な未解決の問題についての外観は、標準模型の記事を見よ。古典力学の力は、 物理学の根幹に関わるものであるが、力の定義づけは自明ではないとも言われる。アイザック・ニュートンは、自然哲学の数学的諸原理において、力と質量について、明確な義を与えていない。現代的な視点では、ニュートン力学における力は運動の第二、法則によって定義されるものと解釈されるが、この解釈の下では、比例定数の完成質量が未定義な量であるために、 力と完成質量の定義が独立しておらず、不満である。そのため、力と質量の定義を分離すべきという批判がなされている。アメリカ航空宇宙局のサイトでは、自由物体の動きに変化を起こしたり、あるいは固定物体に応力を与える元となるエージェント、といった説明になっている。5おさむき